ホルスト・ボザッキ、ホルスト・オット・オスカー・ボゼツキーは、ドイツの社会学者、作家。2000年1月に年金付き退職をするまで、大学教員を務めた。推理作家として、ドイツで大衆に広く知られている。ベルリン生まれ。1946年から1951年まで、ベルリン・ノイケルンクの国民学校で学ぶ。ベルリン自由大学では、民族学。 経営経済学、社会学、心理学を学んだ。1969年に社会学の博士号を取得。社会学者、行政社会学者のレナーテマインツの助手となり、一般的な管理と組織化の社会学と、個別的な行政のミクロ政策と、官僚政治の共犯的関係における、行政社会学の研究をしていた。1973年から2000年まで、 ベルリン市のベルリン行政手法大学校で社会学の教授を務めた。1963年から1968年まで学士調達のため犯罪の歴史についてのシリーズ総称を表した。1971年に最初の推理小説を刊行自身の職業上の立場を考慮して名前の末尾のキーを筆名として利用した。1970年代は ラジオドラマ、1980年代は、私立探偵赤毛のロス、即個5113や、二度のための一度の落下などのシナリオを書き、短期的な収入を得ていた。映画化された作品には、アイナーフォン・ウンス・バイデンと、ロビンフットに家はないがある。推理小説、ロビンフットに家はないは、フランスにおいてドイツ語推理小説部門のベスト作品に選ばれ、1988年には、 フランスミステリー評価賞も受賞している。1992年には、ドイツミステリーの発展への貢献を評価され、ドイツ語圏の推理作家協会である、チンジケートからグラウザー名誉賞が贈られた。ありがとうございます。